はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学の数三複素数の極形式丸1をお送りします。で、極形式ここからねやっていくので、まあそれのスタートなんで、ポイントの中に3問で、下に2問で計5問問題がありますので、まずここでね一度動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、ちょっと確認してもらった後に分かんないのがあれば、今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ今回は極形式って何っていうのを掴んでもらえるといいですね。嬉しいですね。で、複素数平面上なんで、まあこうやって図が書いてありますが、まあ P があります。まあ Z と対応してると思ってください。で、 Z っていうのはいつも通り A プラス BI、こう表したときに A がここの座標、 B がここの座標ですね。これ前やったのと同じです。で、ひとまず R っていうのが出てくるんですが、これは Z の絶対値と一緒です。 Z って今 P と、ね、対応してるので、つまり O と、原点 O と P との距離、絶対値だからね、ここが R、 この長さが R です。で、実軸 X 軸の正の部分と、ここね部分と同形 OP、 まあこの OP です、動くからね、これをなす角を θ とする、つまりここです、ここが θとするときに、Z イコールホニャララって表すことができます。で、それを極形式っていう。なので、まずこの形を覚えましょう。で、今やった R、そして θ を使います。で、R、カッコ、cosθ、プラス I、忘れずにね、I、sinθ。これが極形式と言います。の形だね。R カッコ cosθ プラス I sinθ です。で、こう書いた時の θ、まあ、角度だよね。これを複素数 Z のホニャララ角、これで変角と言います。変角ね。と言って θ をホニャララと表す。これね、英語を使ってこう書きます。ARGZ。読み方なんですが、調べたところ、アーグ、もしくはアーギュと読むそうです。もともとアーギュメントの略なんだよね、これ。だから、アーギュのが多いのかしら、ちょっとわかんないんですけど、はい。まあ、一応俺はアーグと読むかな、アーギュと、ちょっとね、場合によって分けます。はい。多分、癖っていうか、どっちかにね、偏ると思うんですけど、まあ、アーグゼット、もしくはアーギュゼットと読みます。でね、アーグってなんやねんって思うかもしんないんですが、これ出てきたら、つまりシータ。角度のことを言ってるんだって、これとこれ同じ意味だからね。っていうのを、覚えておいてください。あんま難しく考えなくていいです。ただの角度です。アーグ Z はね。で、これについてなんですが、ちょっと補足で書かせてください、こいつ。じゃあこれは赤でいこうか。このアーグ Z なんですけど、ちょっと見にくくてごめんね。今やったら、ちょっと右辺と左辺入れ替えます。θ なんですけど、教科書とかにその後ろにこう書いてあるものがおそらく載ってます。参考書とか 2πr を足してるんです。で、これ何かっていうと、さっきも言ったようにアーグ Z っていうのは角度を表してるのね。じゃあもし今これが90度を表してるとします。これを π で表したら2分の π ですね、90度は。で、図で書けばこのポジションです。90度っていうのは y 軸の上の部分ですね、にいるとするでしょ。で、これが、まあ、このポジションを表したいときに、確かにほとんどの問題が変角 θ っていうのは0から 2π の間とするって書いてあります。これは0度から360度まで、つまり1周分しか考えなくていいんですよって指定してくれます。でも、それを指定されないとき、一般角で表すときは別にこれに360度を足したら450度、つまり90からもう一周してきてもここに止まりますよね。で、これに 2π を足した2分の 5π。これも同じ場所を表してるから OK なんです。で、こういうのをどんどん永遠に続くでしょ。360足し続ければいいからさ。この一般角っていうんですが、それを表すときに使うのがこれです。argz イコール θ プラス 2πr。r が1だったら 2π 足すんで、今やったように360度足したこいつを表してます。R に2を入れると 4π を足すので、もう360度を足した810度を表すっていう。
これは一般角っていうんで覚えておいてください。この表し方もね。でもう一個なんですが、これ今ちょっとこっちに戻りますね。あ、そっか、 Z バーの場所先やっちゃうね。今 Z について考えたんですが、 Z バーについて考えたときに、 Z バーは実軸、まあ、X の方ね、これと対称な点だからこの下に来ます。 Z バーっていうのはここにある。で、 Z バーの絶対値、まあ、距離ですよねっていうのはここです。この距離っていうのは当然 OP、 上と同じなので Z の絶対値と一致します。これはもう前にやりましたね。 Z バーの絶対値は Z の絶対値と同じです。長さ同じだからね、この2本で。もう一個覚えてほしいのが argz バーです。つまり今こっからこの角度、この x のこの部分から出てるこの角度ね。でこれ図で見てわかるように、ここの幅とここの幅、角度で見た時は同じなんですよ。でも上はシータですけど、下はこっから下がってるんでマイナスシータになりますよね。つまり上のやつにマイナスをつけたものになると。だから argz バーを考えるときには、 arg、 ちょっと消そっか、ごめんね、 argz、 これにマイナスをつけたものと一致します。 argz って言ってると難しく見えますけど、結局はシータだからね。だから argz バーっていうのは、ここはシータにマイナスをつけた、マイナスシータと同じですよねって言ってるわけです。これもね、ぜひ覚えておいてください。では、ちょっとね、話がそれましたが、問題やっていきましょう。極形式、まあ、かんね、極形式だね、を作っていきます。このね、複素数を直していくと、この形にね。で、今回2問だけ取り上げるんですが、次回の動画でこれの練習をちょっとしますので、もうちょっと難しいのはね、次回の動画でやります。ひとまずここではやり方を確認してください。で、やり方がですね、大きく分けて2つあります。図を使うのと図を使わないのがあるんですね。で、まず図を使わない方からいきます。で、これは機械的にやるには楽なんですが、極形式に直すとき、何が必要かって、R と θ のこの2個が必要なの。逆に言うと、この2個が分かればもう OK なんです。で、R っていうのは、a の2乗足す b の2乗、それにルートをつけたものです。ね、r は a の2乗、プラス b の2乗にルートをつけたもの。で、もう一個。これを出した後に、コサインシータと、これ多分ね、教科書とか参考書載ってるのがほとんどだと思うんですけど、コサインシータは r 分の a、サインシータは r 分の、ごめん、b と。これ決まりなんですよ。これね、覚えちゃうといいです、これに関しては。まあ、図を使ってね、説明もできるんですが、ちょっと長くなるんで、端折ります。で、今、A と B って何って言ったときに、こっから A はこいつです。1。B はここにくっついてる1です。まあ、今回11なんだよね。で、やると、R に関しては、まず、ルート1たす、あ、ごめん、ルートの中に1たす1ですね。2乗しても1だからさ。つまり、R はルート2ってすぐ出ます。で、もう一個。コサインシータイコール R がルート2なんで A が1でしょ。ルート2分の1、サインシータがルート2分の1、同じだね。で、これを満たすシータって何度って考える。これは数一でやった三角比の知識になります。で、いきなり π に持ってってもいいんですけど、おそらく大体何度ってやって変換する方の方が多いと思うので、もちろんいける方は言ってね。で、これルート2分の1とルート2分の1両方満たすの45度なんだよね。で、45度を π で表せなきゃいけないんで π に直します。で、 π の直し方は下に180をつければ OK です。こうやって、で π つける、こうやってね、こう直します。で、これ約分すると4で、あ、45で約分すると4と1になるから4分の π と分かります。これでシータが4分の π、r がルート2と出たので答え。1プラス i を直したら、ルート2カッコ、これね、この形に合わせます。r がルート2でシータが4分の π だから、コサイン4分の π プラス
i サイン4分の π 閉じる。これで終了となります。ギリギリだけど線がね細かいんですけど、ちょっと待ってね、入れたい入れたいけどギリなんだな。入ったかな、あ、見えるね。こういう感じでやってください。で、もう一個が図でやる方なんですけど、個人的にはそっちのが好きです。逆に言うと、それでできなかったらこっちでやった方がいいのかなっていう印象。ちょっと時間かかるんでね、これ計算した時に。で、どうやるかっていうと、今 A と B が11って分かったんで、これ分かるじゃん、これ。11でしょ？だから、その図みたいに書いた時に、1の1なんだよね。1の1。ここに来る。だからこうなんだよね。で、R に関してはもう楽なんで覚えましょう。これは。これで使う。まあ、R はルート2ってすぐ分かるんですが、ここの角度ですよね。ここ。これ、1対1だったら45度なんですよ。これ覚えちゃうといいです。1対1が45度。で、でも全部書いてみよう。あと消しちゃうけどね。比率が、ルート3対1だったらここ30度です。で、消さなくてごめんよ。1対ルート3だったらここ60度です、幅が。この3つしかないんです。1対1が45度、ルート3対1が30度。これ比率だから、2ルート3対2でも30度だから。いい？で、1対ルート3がギリ入ってる。大丈夫ね。1対ルート3だったら60度なんです。これがね、例えば、こう来た時にこっちに来ます。子供がめっちゃ泣いてるけど。マイナス1対1。どうすんですかって思うかもしれないんですけど、左側だけで考えた時に、1対1だから、ここが45なんだよ。45。ってことは、こっち側は135度じゃないですか。っていう風に考えることができるので、自分はこれでやっちゃうんですよね。つまり話を戻すと、R イコールルートには公式で出します。で、これで1対1だから、あ、45度じゃん。で、45度だから直しちゃおうぜっていう、ここを省略するの。自分だったらね。だからそのまま答えを導くっていう流れでやるんですが、これに関してはお好きな方でやってください。もちろんね、慣れてる方とか、数学得意な方は頭の中でできる方も多いと思います。まあ、それはそれで全然強制、それでいいと思うんでね。はい、じゃあ長くなりましたが、マイナス2、もうね、素朴ですね、この問題ね。これやっていきます。で、これは、もうこれ使わずに普通にいっちゃいます。で、これは A がマイナス2で B がないんです。B0 ね。だから、R イコール、一応ちゃんとやると、これ2乗するから4。つまり2です。B ないからね。で、図を書きます、さっきみたいな感じで。そうしたときに、マイナス2っていうのはここですよね。ここ。つまり角度としては、こうなります。いい。スタートは絶対にここからカウントするよ。ここからね。つまり180度。180度っていうのは π だから。点が分かれば、もう答えいきましょう。ちょっと待って。マイナス2は R が2なんで、2カッココサイン π プラス i サイン π と。これで終了となります。ちょっと右下がりになってるね。ごめんね。まあ、つまり極形式やるときは R と θ さえ見つければいいんだっていうのをね、覚えておいてください。いいかな？では、今回は高校数学数3の複素数の極形式丸1をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回はこの問題をちょっともうちょっと難しいのをね、取り上げていこうと思いますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。